ねえ覚えてる？二人で見たガラスの向こうの海、魚たち同じを向いてた。商店街2っていうか商店街、うん、来てたのは10年前、そうですね、10年前、高校卒業したばっかりの私は何も知らずにとりあえずこの街をうろうろとして、すごいよね上京するって、ね、しかも九州からってさなかなか帰れないじゃん、なんか逆に何も知らないからこそできたっていうのもあるかもしれない。初めてじゃあこの東京に来た印象は？印象はなんか人が面白いなって。人が面白い？そう、なんかやっぱりあのよく半数は地方の人が来てるって言うじゃないですか東京って。そうね。でそれでなんかやっぱり私みたいに夢を追いかけてる人とか、なんかこう何かにチャレンジしてる人とかがこういる印象があって、そういう意味ではなんか街はもちろん何でもあるんだけど、一番面白いのはやっぱり人だなって思いましたね。そう。住宅街になるんだけれども、奥の方にスタジオがあるので、練習スタジオがね、あるから、そこでよくボイトレしたりとか、練習したりしてたので、こっち方面もよく通ってた、よく来てた。いや、歩きましたね。受けるぐらいこんなに時間かかるって思わなかったんだけど、まあ、でも今までのその、まあ、出してきた曲が総まとめになってるっていう意味ではすごく自分のキャリアの中でもあの、まあ、凝縮したなんかすごく聴き応えのあるアルバムにはなったかなと思いますね。そのタイトルは、じゃじゃん、ブレイキットというタイトルにしました。1作目がポッシブルっていう真っ赤なジャケットで、やっぱり10代の時、学生の時にいっぱい書き溜めてた曲をポッシブルで発表してたから、すごく情熱的で若さにあふれてて、なんかこうその後の可能性とかも考えたような感じになったんだけど、まあ、セカンドでは人生ってね大変なこともあるじゃないですか。でそういったところにフォーカスを当てて、まあ、実際自分がその今度は20代で経験する、まあ皆さんあると思うんですけど、社会に出た後に経験する挫折だったり、あなんか思ってたのと違うなとか、あの自分の未熟さを思い知ったりとかっていう、そういった部分の経験をやはり私も一人の人間として体験していく中で、その時に作り上げた曲たちが集まってるので、まあやっぱりなんでだろうな、悪い意味じゃないんですけど、そういうちょっとネガティブな側面な部分も形にして残して、でそういった部分を集めたものになってるから、テーマ的にはブルーのジャケットの色にして、あのね、そうそうそう、今回なんか収録というかレコーディングというかとか、なんか PV とか撮影するにはなんか大変なこととか、なんかね、大変といえばもう全てが大変で、レコーディングってやっぱり、お金がかかるんですよ。普通にもう撮ろうと思ったらスタジオ代だったり、ミュージシャンの演奏してくださる方だったり、それをねミキシングっていう音のバランスを取る作業があって、最後はマスタリングっていう作業があって、すごい1曲が世に出るまでの工程ってすごいあって、もちろんその過程でも労力とお金と時間がかかるわけですよ。でそれを大きく、それこそやり方的にも
工夫したのは、まあ、ほとんどが宅録なんですよね。自宅でさ、自宅で撮影も録音も行っていて、そうなんですよ。なんか自分でもどこまで自宅でできるかなって思ってたんですけど、今回のアルバムですごい大変だったのはコーラスをめちゃくちゃ多く撮ったんですよ。全部自身でやってましたもんね。あ、そうですね。その自分の声の方がいい、なんか自分の声に合ってる人と合ってない人ってお願いする時もいると思うんですけど、うん、自分の声ってもう自分じゃないですか。はい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 、はい、合うの。逆にちょっと声質が違う人の方が良かったりするんですか。私の場合結構その頭の中でコーラスが鳴っていて、うん、そのニュアンスに自分が近づけるように歌いますね。すごい超天才肌なんだ。いやいや全然全然、頭の中で最近に作るタイプでしょ。そうそうです。てかもう鳴ってるみたいな。鳴ってる、すごい。いやいやいや、すごいよ。ここからはマイカの頭の中を覗いていきますよ。なんか、うん、皆さん全然作られる方はそうだと思うんですけど。そうなんだ。でもね、私もなんか本当に身を見まねてずっとここまで来てるのがよく分かってないんですけど、セオリーはよく分かってない。できるのがすごいですね。今回はそう、うんうん、コーラスをなんかいつもよりこだわって多重録音じゃないけど、うん、いっぱい入れて、まあ、コーラスもアレンジに入れちゃうみたいな感じで、もうアレンジの一部ですよね、だからコーラスも。だからそんな感じで歌ったんだけど、メインボーカルより時間かかるんですよね。メインボーカルの方が早く終わっちゃって、でコーラスにすごい時間かかるから、なんだっけ、音出しができない時とかに撮るときはミキサーの人に教えてもらったんですけど、布団をねかぶってその中だったら結構大絶叫しても意外と音は漏れないよっていうのを聞いて、布団の中の密閉空間で、それ撮るんですか。撮るの。そうそう、そのままレコーディング入れてやって。じゃあコーラス聞くときにぜひ布団をかぶってやってるマイカを想像して聞いてほしいね。あ、そうですね。ね、布団かぶって撮ってんだ、このコーラス全部。このコーラス全部布団の中だぞって思って。そうそうそう。ほとんどのジャケ写も背景が外じゃないやつは全部自宅で撮ってて。リンゴね。リンゴとかもそう、あれだなって言わない。あれも自宅だし、サバイバーって感じがデモとかを確認したりする作業の時に、うんうん、はいはい、なんか何回も聞くんですよ。そのリリースするまでに何回も何回も自分たちの曲を確認する作業があって、はい、ここの例えばベースもうちょっと上げれますかとか、うんうん、なんかそういう細かいやり取りをずっと何日も、もう長い時は何ヶ月もかけて寝る場合とかもあるんですけど、また寝かせるとちょっとね感覚変わったりとかして、まあ、どこかで切りよく、もう芸術の正解はあるようでないというか、内容であるみたいな感じのところがあるから、うまいところ切りのいいところで終わらせるんだけど、なんかこれが一人でも多くの人に届いて、なんかこう一人でも多くの人にパワーを与えて、そして一人でも多くの人に愛されるような曲たちになってほしいなって、子供のように送り出していく。そう、そう本当にそんな気持ちになりました。だから今回それがセカンドが10年ぶりだったので、うん、すごく。でも、まあ、この次でまた3枚目のアルバムがまた10年後とかそういうつもりじゃないんだけど、でもなんかそんなに間が空かないうちにまたサードも出していけたらなっていう気持ちはあります。ちょっと気が早いけどサードも構想としてはある。そうですね、構想としてはもともと私すごい紫色が好きで、紫って、まあ、赤と青でできるじゃないか、色を混ぜると。だからなんか紫な自分を説明するには赤い自分と青い自分、ポジティブな自分とネガティブな自分を説明する必要があると思って。なるほど、めちゃくちゃちゃんと組み立てられてる。そう、長い赤と青を足したら紫になるんですよ。ファーストアルバムは赤、セカンドアルバムは青、ということはサードアルバムは紫というわけで、そうそう、楽しみ。ある意味一番なんていうのかな、素に近いというか、うん、私らしい濃いアルバムになるんじゃないかなと思ってますね、サードが。それサードも楽しみだな、今から。ちょっとめちゃくちゃ素人の質問してるんですか。もちろんもちろん。熊本とかで CM のソングにも採用されてるじゃないですか、うん、はいはい、あと
ストは、まあ、映画ライオンね、ライオン主題歌、はい、ライオン見たら、ね、そうよちさんライオン見てマジ感動した。その主題歌を歌ってる人と今喋ってます。あれ例えば CM だったらじゃあこうなんとなくお家でテレビ見てるときに熊本とかで流れるわけじゃない、急に自分の。あ、はいはいはい、ってなんの、どういう気持ちなの、どういう気持ちなんだろう、なんか、あ私そう、恥ずかしいはないんだ。恥ずかしいはもう通り越してるかな、なんかそういうつもりで活動はしてる、まあ、でももともとそんなに人前に出るのそんな好きじゃないんですよね、得意ではないんですよ別に、人混みとかも苦手だし、うん、人の視線とかもそんなに、あ、そう、そうなんですよ、そんなワンマンなんかやったらじゃあやばいじゃん、本当ですよ、もう卒倒しちゃうみたいな、なんか なんだろうね、作品を作ったり歌ったりするのは好きなんですけど、なんかそう、なんかこう別に人に注目をされるのが別に好きなわけではないんですよね特に。へー、あ、そうなんですね、音楽が好きっていう感じですね。今回のそうセカンドアルバムのブレイキッドに、はいはい、そのライオンをセルフカバー、セルフカバーってなんだ、気持ち的に変わるから歌い方とかも変わってくる、10年前とその、そうですね、大人になったし、そうですね、なんか当時まずそのライオンの主題歌を歌わせていただくっていうのがやっぱりマイカのキャリアとしても貴重なことだったので、はい、やっぱりアルバムにね入ってない中ぶらりんな曲になっちゃってたんで、私がちょうど、その後にすぐライオンだったね、ファーストそうですねアルバムを出た後にライオンだったから、そうポッシブルをファーストアルバム出した後にライオンだって、その後すぐにね、話し合って事務所を辞めたんですよね、なのでチューブラリンのまんま、になっちゃってる曲だったんだけど、多分心好きですって言ってくれたり、ライオンの主題歌っていうことでマイカを知ってくれた人とかもいたので、うん、やっぱりアルバムには入れたいなということで、ただね大人の事情でいろいろと管轄が違ってきちゃうので、前にその音源は使えない、そうそうそう、そのまんまの音源だと使えないから、今回は、カバー申請を申請して、で許可をいただいたので、今回のセカンドアルバムに心を一から、ね、取り直して入れるっていう形で、まあその時の多分映画を見て感動してくださった方とかもいらっしゃると思うので、その時のイメージは崩さないように、かつ2020年バージョンのマイカの歌でっていう感じで取り直してるかな。だからなんか良さはそのまんま残しつつも、進化した歌声とか世界観を感じていただけるかなとは思うんですけど、それは楽しみ、うん、ぜひ聴いてください。私のおすすめ心、覚えてください、心、嬉しい。なんかポイントは、10年前私結構なんかすごい歌声に特徴があるねっていろんな人に言っていただいてたんですけど、その内容のこの主題歌の心の出だしがねーっていう、ねーっていう、僕らはどこへ向かってるんだろうっていうねーっていう、あれなんていうの、簡単詞ですかね、ねー簡単詞じゃないな、ねーってなんだろう、なんかそういうテルミーですよ、なんかねーっていう言葉から始まるんだけど、なんかその歌い方が10年前がなんかねーなんか今歌える逆にどうなの、黒柳徹子さん、本当になんか10年後の私は逆にねえってそんな風に歌わないよねみたいな、どうやって歌ったんだっけ、大人になったぞ、どうやってねえって歌ったっけと思って、まあ、今回は出だしのねえが柔らかくなりましたっていうのがポイントです。なるほど。これ歌詞でも、うん、ジャケットの写真でも何にでも言えるんですけど、うん、結構最初の放送がありえないみたいに周りに言われるんですよ、却下されやすいんですよね、なんか、うんうん、そんな直接的な表現ありえないみたいな、なんでそんなダサいのとかチャチーの愛してるとかそういうやつね、歌詞だとなんだろうな、ストレートすぎる、中二病すぎる、中二、うん、中中二病よりもひねりがないかもしれない、中二病よりもとストレートかもしれない、やばい、じゃあ最終的には、うん、落ち着くんですよ、いい感じでちゃんとオブラートというか、なんていうか、ちょうどいい感じにね、そうちょうどいい感じに、うん、直接感が削られて、はい、程よくパッケージ化されたねっていう感じに最後は落ち着くんですけど、うん、そこに至るまでが本当にブーイングバッシングの嵐なんですよね、うん、なんかそれはそのまんまですのは嘘でしょみたいによく弓師に突っ込まれるっていう、でもさ最終的に落ち着くから、うん、なんか自分でも最終的には落ち着くっていうことがまあ分かってるので、うん、安心してこう最初の構想はドストレートに暴れるんですけど、うん、なんかこう
結構優柔不断プラスこう一回こだわるとこんな風になりがちなんで、なんか弓師がその直接的なありえない放送に執着してる時間が長くて怖いみたいな、なんかこのまま出すんじゃないか前川ってすごい心配されちゃうんですよ周りに。でも最終的にはね、あのマイルドに、そう、そのマイルドになった時に最初の構想よりこうマイルドになってるわけだから、うん、物足りないとかはない、全く、うん、納得しないと出さないか、そうですね、本質はあのちゃんと残ってるので、うん、あのそこはね大丈夫っていうか、うん、やっぱり逆に言うと納得しないものはやっぱり出さないみたいな、まあ、そうですね、やっぱりプロとしてそう、こういうふうにお話しする時にいやなんか別に自分はいいって思ってないんですけどとかって言ってやっぱり世に出したくないじゃないですか、うん、やっぱり自分もそこは誠実に作品に対して、うん、あのちゃんと説明できるものしか出さないようにはしてますね、うん、そうですね、今回すごく長く、うん、こんなにちょっともうちょっと早く出すつもりだったんですけどちょっと長くかかってしまって申し訳ございませんが、ついにやっと10年ぶりのセカンドアルバムが完成したので、おめでとう、ありがとうございます。本当に、いや本当長かったですね。長かったよ、10年は長いよ。長かったけれども、まあその分の、まあ、実質は2014年からの曲が、2014年から2020年までの曲が詰まっておりますので、あのすごく濃厚なあの作品に仕上がってるかなと思います。でもちろんこの先も今回はね、あの10年も開かないようにサードを出して いけたらなと思ってるので頑張ります。よろしくお願いします。ぜひ聴いてください。